吉井勇10月8日から1960年11月19日は、大正期、昭和期の著作家、歌人、脚本家である、家族でもあった。維新の功により、伯爵となった旧薩摩藩士、吉井智美を、祖父、海軍軍人で、貴族院議員も務めた、吉井光三を父に、東京芝区高輪に生まれた、幼少期を、鎌倉材木座の別荘で過ごし、 鎌倉市藩学校付属小学校に通う。1900年4月に東京府立第一中学校に入学するが落第したため日本中学に転校した。漢学塾へ通い、18視略、文章規範などを習う。この頃、開国少年に短歌を投稿して1位となった。その後、公玉者に転じ、1904年に同校卒業。卒業後には、 胸膜炎を患って、平塚の安宿も堂に入院するが、鎌倉の別荘へ、天地療養した際に加作を励み、新死者の動人となって、明星に次々と歌を発表を。北原白州と共に、新進化人として注目されるが、翌年に脱退する。1908年、早稲田大学文学科高等余科に入学する。 途中専門部政治経済課に転ずるも中退した。吉井勇火被、吉井勇火被大学を中退した1908年の年末、短美派の拠点となるパンの会を北原白州、木下木太郎、石井白帝らと結成した。1909年1月、森鴎外を中心とする、スバル総監となり、石川拓木、 平野万里の三人で交代に編集に当たる。卓木とは同学年だったこともあり、特に親しかった。三月に、儀曲、午後三時を、スバルに発表。坪内商陽に認められ、続々と儀曲を発表して、脚本家としても名を挙げる。1910年、第一歌集、酒穂が日を観光。翌年には、儀曲集、午後三時を観光し、 単美派の歌人、劇作家としての地位を築いた。1915年11月、歌集、疑音歌集を、新潮社より刊行。想定は、竹久夢二。この頃から、歌集の刊行が増える。花風は、単美大党であり、赤木公平から、優等文学であるとの攻撃を招いた。歌謡曲、ゴンドラの歌の作詞を手掛け、大衆の間に広く流行した。 1919年11月、里見トン、田中淳、久米正浦と人間を相関。1934年からの都サ井野での陰性生活を経て1938年に京都府京都市に移り、花風も大きく変化していった。戦後は京都市より、道府続き軍八幡町の松火道付近に転居。八和町在住時代は谷崎淳一郎。 河田純新村でと親しく、1947年には4人で天皇に会見している。1948年に、八幡町から京都市に戻る形で再転居。愛前後して、歌会視線者となり、同年8月、日本芸術院会員。長生きも、芸のうちといったと伝えられている。1960年、 胃がんから転移した肺がんのため、京都大学医学部附属病院で死去。戒名は、大アラインとも運前政務案大孤児。墓所は、東京、青山の青山霊園にある。最初の妻、徳子は、家人、柳原白蓮の兄である白爵、柳原義光の次女であった。徳子とは1921年に結婚したが、1933年に、発生した、 スキャンダル、不良家族事件において徳子が中心人物であることが発覚した。事件は広く世間の字幕を集め、徳子と離婚した。離婚後、イサムは高知県上郡在所村、ちょのの山里に陰性した。1937年、国松隆子と再婚した。講師は、芸者の母を持つ女性で、浅草中店に近い料亭。 との看板美人と歌われていた。結婚翌年には、二人で、京都府へ移住した。イサムは、講師と結ばれたことは、運命の神様が私を見捨てなかったためと、いつてよく、これを天気として私は、再び立つことができたのであると書いている。長男の吉井茂は、後楽園スタジアムの支配人を務め、1959年6月25日の、 プロ野球展覧試合の実現に影で尽力したことで知られる。吉井勇記念館、ありがとうございます。